はい、こんばんは。夜を旅するラジオ的ライブ配信くじラジ10月20日水曜日担当の片山ななみです。本日もよろしくお願いします。今日も日記のような話とちょっとした体の豆知識のようなことを知ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日はツイッターにも書いたんですけど、呼吸や反射についてをお話しできればなと思っているんですけど、こう書いたもののちょっと試験があって、それをの話をしたいと思ったんですけど、まとめていたらあんまりまとまらなくて、ちょっと簡単にお話ししたいと思います。で、ちょっとその話をする前に、先週ですね、日曜日に、久しぶりに昔いたカンパニーであるノイズムの舞台を見てきました。11さんが出ていらっしゃる作品で、自分の同期もだいぶ上の方の立場になっていたなっていう公演で面白かったです。久しぶりに見て。なんかやっぱカンパニーっていうものはどんどん動いていくものというか、水のように変わるものだなぁと改めて感じましたね。ちょうど辞めて丸々2年経っていて、なんかカンパニーのメンバーもほぼほぼ知らない人たちになっていましたし、特に今回ノイズムの定期公演じゃないっていうのもあって、だいぶ雰囲気が違っていて、でまた自分もだいぶ外からの目で見ている自分に気づいて面白かったですね。なんか私はこういう風に昔踊ってたんだなとか思って、こういう時ああだったなみたいなのを思いながら、ちょっと懐かしいなって思いながら見てました。あとそうですね、同期が一緒に隣で踊っていた同期を真正面から見るというか、それまたなんか不思議な感覚でしたね。本当に彼女はすごく素敵なダンサーで、彼女らしく、普段の日常の彼女らしく踊っていらっしゃったので、私はすごく嬉しくて、幸せな気持ちになって帰ってきました。はい。で、また全然話が違うんですけど、先週言っていた針のお話ですが、針無事いい点数取れましたよ。聞いてください。対人、人に刺す、針のテスト、1回目のテストは95点で、2回目の、人の足にペンで、ツボの場所をマークするっていう試験ももう一個あったんですけど、そっちはしっかり100点取れました。わーい。多分、実技のテストの中で一番いいのは針だと思います。一番難しいんですけど、先生がとても優しいので多分甘くつけてもらった感じです。マッサージとあんまと指圧は点数聞いてないんでわからないんですけど、多分厳しいですね。結構肩が上がっているとか、重心が違うみたいな、ダンスの注意みたいなことを言われましたね。あんまのテストは特に誰も今まで落ちたことがないって先生言ってたんですけど、確かに落ちないけれども90点以上のいい点数も取れないっていう試験みたいだったです。だからいつかちゃんとその先生に認められるような主義がちゃんとねできるように頑張りたいと思います。やっぱ実技は難しいですね。体に染み込んでその慣れ感みたいな自然さがないと良くないですからね。まだまだ新米というか、よくわからないままやってて迷いが出てるとやっぱダメですね。ということがよくわかった実技試験2週間でございました。そして今週からは、今日もお話ししますが、学科の方の、お勉強の方のテストが始まっていますので、少しずつ、なぜその主義をしているか、どういうマッサージをしてるか、何のためにやってるかが、だんだん中の方が詰まっていくかなと思っています。では、今日もメインのお話、ちょっとしたお勉強のお話をしていきたいと思います。今日はですね、まず呼吸についてなんですけど、呼吸って、ちょっと、難しくもないか。あんまり考えない話を考えると、2つ呼吸があって、外呼吸っていうのと内呼吸っていうのがありまして、普通に私たち呼吸っていう呼吸って、外呼吸っていう外からの酸素とか空気を吸い込んで吐き出すっていう呼吸と、内呼吸っていうのは細胞の中で酸素とかのやり取りをしている呼吸、代謝って言われるものがあります。で、そのうちの今日は特に外呼吸。普通の私たちが、呼吸してって言われるときに意識する呼吸についてお話ししたいと思います。で、勉強して分かったのはですね、深くてゆっくりする呼吸がいかに大切かっていうのが、勉強してよく分かりました。で、その深い呼吸をするには、どうしたらいいのかなみたいな話を今日はできたらいいかなと思います。で、簡単に言うと、横隔膜っていう膜、筋肉があるんですけど、膜という名のちゃんと筋肉なんですけど、その横隔膜が動かない、しっかり動かないことには、呼吸はできないっていうことがよくわかりました。あともう一つは、外肋間筋っていう、あばらの間、一本一本の間にくっついてる筋肉もすごく使われていて、吸うときに、胸を膨らませるためには、この横隔膜と外肋間筋っていう筋肉が収縮、ギュッて使わないと広がらないんですね。だから、それを使いましょうっていう話なんですけども。で、使うとどうなるかっていうと、今答え言っちゃったんですけども、胸が広がるじゃないですか。それを作りたいんですね。で、横隔膜、ギュッて縮む。外肋間筋もギュッて縮むって言ったら、ちっちゃくなりそうって思うじゃないですか。でも、外肋間筋の話はこの声だけで伝えるのは難しいんですけど、わかりやすい。外肋間筋の筋肉がついてる方向ってまっすぐじゃないんですね。あばら骨とあばら骨の上下の骨をまっすぐつないでるんではなくて、ちょっと斜めにつないでいて、ギュッて縮まることで、縦に並ぶといいますか、肋骨が広がる方向にギュッ縮まるんですね。肋骨と肋骨の間が。で、横隔膜はもうちょっとわかりやすくてですね、横隔膜の、前回か前々回も言ったように、筋肉っていうのは始まりと終わりがあって、終わりの方が始まりの方に、停止が起始の方にくっつく、収縮する、短くなることで、力を発揮するというか、力を発揮することで、距離を短くするんですけども、横隔膜の場合は、あばら骨の下っていうんですかね、その面にダラってついてるんですけど、その停止の部分っていうのが、横隔膜の真ん中にくっついてるんですね。腱みたいな感じで硬くなってる。名前は腱中心っていう風に言って、その名の通りというか、硬い繊維質のものが中心にくっついていて、そっちの方にギュッと縮まることで、どうなるかっていうと、普段は何もしていない、横隔膜に力が入ってない状態っていうのは、あばらの上側といいますか、上に上がっている状態で、そこから縮むと下に下がるんですね。真ん中に引っ張られて下に下がるって感じです。で、そうすると、横隔膜は下に下がるし、外肋間筋のおかげであばら骨、肋骨は横に広がる、後ろに広がるっていうか、全体的に 3D に広がるんですよね。そうすると胸が広がる。胸の中の空洞が広がる。で、そういうふうに胸の場所が開くことで空気が入ってくるんです。なんで入ってくるのっていうと、胸の中って陰圧っていう風に言われていて、この体の外にある空気と大気圧っていうんですけど、圧力が違うみたいなんですね。で、その圧力の違いで、外からの空気が内側に入りやすいように、引き込む力が強いっていうんですかね。そういう風になってます。圧力の違いで。で、広がると、体のその胸が広がると、その陰圧っていうのがもっと大きくなって、もっと吸い込みやすくなるから吸えるんですね。なので、吸うから広がるかっていうと、どっちかっていうと、胸が広がる。胸腔、胸の空間が広がるから入ってくるので、やっぱり、筋肉、横隔膜とか外肋間筋とかが硬くなっている人は、息が吸い込めない。その人が持つ力を最大限に発揮できていないんじゃないかな、と私は勉強した時に思いました。なので、今日は最後に、横隔膜だったり外肋間筋がちょっと、刺激されるようなことをしたいと思います。その前にもう一つお話もしたいと。もう一つありました。すいません。呼吸の方でももう一個お話があって、腹式呼吸と胸式呼吸ってよく聞くじゃないですか。で、それが何と何を使って行われているかが今回勉強して分かって、胸式呼吸は分かりやすくって、胸というかあばらが広がって閉じてるから、外肋間筋、その肋骨と肋骨の間にくっついてる筋肉が使われてなっている。で、腹式呼吸は横隔膜の運動によって行われるんですね。なので、この最初に言った深くてゆっくりな呼吸をするときって大体腹式呼吸するじゃないですか。なので、横隔膜がしっかり、動いてくれないとダメなんですね。ダメというか、その人の力を最大限に発揮できる。もっといい呼吸ができるというか、もっと吸えるみたいな風に私は思いました。呼吸の話はこんな感じですかね。前に自分のツイッターの方にも書いたんですけど、やっぱ横隔膜が大事かっていうのが本当によく分かって、横隔膜って私この学校入って勉強するまで、タラーンとしたよくわからない膜みたいな風に思ってたんですけども、筋肉、しっかり筋肉って感じですね。で、それないと呼吸できないし、上と下を分けているものとして体の中でも大事な部分だし、いろんな意味で重要なものなんだなっていうことが分かったので、横隔膜はなかなか全部を触ろうとしても触れないものだと思うので、反射角っていう、反射として、その他の部分を触るけど、神経のつながりだったり、ちょっとここら辺は分かってなくてアバウトなんですけれども、横隔膜に影響する部分があるので、それを最後に押して今日は終わりです。で、その前にいっぱい言っちゃってますが、もう一個。この横隔膜のその反射角、関係する部分を考えたとき、反射っていうものを考えて、その時に、もっとわかりやすく反射が行われているところって、胃に関係するところ、ご飯食べて動かすところだなと思ったので、胃に関係する反射の話を少しだけしたいと思います。もう本当に昨日今日のベスト範囲でなんか入れたてほやほやでまとめきれてなくて、なかなか自分はその文字として覚えているけれども皆さんにお伝えできるレベルではないのですがお聞きくださいで、まあ今日お話しするのは2つあって、小腸胃反射っていう小腸で行われるものが胃で、影響が出るものと、胃回腸反射って言って胃で何かあってそれの影響で回腸、小腸ですね、小腸の下の方の回腸に影響が出るものの2つをお話ししたいと思います。で、最初に、胃回腸反射の回腸の方に、小腸の下の方に影響が出るものなんですけど、これはご飯を食べて胃にその食べ物が入ると、反射的にその回腸がぐにゅぐにゅってこう動く。前動運動っていうものが活発になって、最後に、小腸はその次、盲腸じゃない、大腸、大きく言うと大腸に、接続するというか、そっちの方につながるつながるんですけども、そこのつながる、口というか、便が開くんですね。便っていうのはゲートみたいなもので、入り口のスイカピッてするときに開くじゃないですか。あれと一緒で、あ、そうですね。そんな感じかな。胃に物が入ると、小腸と大腸の間のゲートが開くんですね。それが食べ物が入ることで胃の中にある、筋肉とか神経が刺激されることによって小腸と大腸の間のゲートが開くんです。で、これを聞いたときに、あ、すごいな、体ってつながってるというか、なんでしょう。ちゃんと効率よく動くように、もう最初からシステム化されてるんだなと思って。いや、考えなくてもこれができる体ってすごいなっていうふうに思いました。で、そのすごいなーがもう一つあって、それが小腸胃反射っていう方ですね。で、今度は、小腸っていうのは、十二指腸と空腸、回腸って呼ばれる3つで構成されてて、まあ、よく小腸って言われるのは、大体空腸、回腸の2つなんですけど、その前に十二指腸っていう、こう、膵臓をのところをちょっと避けて曲がっている胃とよく言われる小腸をつなぐところが十二指腸なんですけども、その十二指腸、小腸の一つである十二指腸が今度伸ばされた時に胃の動きが収まるっていう、これは反射なんですけど、これもうまくできてるなと思って、さっきのはご飯食べ初めて胃に入ったから、あ、そっか、これ消化しなきゃいけないから便として出るところまで動かそうぜみたいな感じで動かしてるものだなって私は思ったんですけど、今度は逆で胃を通過して、食べ物が胃を通過して小腸の方、十二指腸までたどり着いたから、もう胃はお休みしていいですよみたいな、お休みまでちゃんと反射で教えてくれるというね。あ、すごいな。無駄な動きはないっていう感じですかね。なので、十二指腸に食べ物が行くと、ご飯食べて口に入って、食道を通って胃に入って、で、胃でぐじゅぐじゅにされて、今度胃にぐじゅぐじゅにされた後に、十二指腸に流れ始めたら、もう、そろそろ終わるぞっていう風になってきて、だんだんもう胃は休憩していいですよっていう命令を出してくれるもの、反射っていうものが、小腸胃反射でした。なので、まあ、これから始まるぞっていう、なんでしょうね、エンジンみたいなのをかけるのも、ブレーキをかけるのも、ちゃんと体はできている。でも、そういう反射だったり、内臓の筋肉を働かせるには、先週やりました。副交感神経が働かないと、というか交感神経と副交感神経のバランスが良くないと、ちゃんとそのシステムを利用ができないので、難しいですけど、ストレスをかけない。かけないことは無理なので、ストレスがかかった時に耐えれる体を作る。それは自分でやるケアかもしれないし、どこかに行くことかもしれない。朝の散歩みたいな自然と触れ合うことかもしれないし、もしくは治療とかに行くことかもしれない。リラクゼーションに行くことかもしれない。いろんなやり方があると思うんですけども、その体をもう疲れたっていうものをなくすためだけではなくて、内臓の機能を高めるためにも、総じてというか、簡単に大雑把に言うと、ケアをすることが大事だなぁと改めて私は気づいた感じです。で、そうですね。もう一個なのかな。ちょっとこれは話じゃないんですけど、すごいなと思ったのが、大善道っていうものが大腸の運動の中であったんですよ。勉強してる中で。で、それって、食べ物が入って数分後に起きるみたいなんですけど、平滑筋、内臓を構成するというか、内臓を作る層の中で筋肉があって、その筋肉、食道の途中から、肛門の方まで、平滑筋あるんですけど、その平滑筋が同時に収縮して、一気に直腸の方に、便として出すように動くらしくて、これすごいな。しかも食べた数分後に起きるってすごいなと思って。これが反射なのかどうかは先生が言ってなかったので、私はちょっと分かってはいないんですけれども、反射のようなものだなと思いました。細かく見れば多分そうなんだと思います。で、それも食べた後にちゃんと動かすためには、バランスが良くないといけないので、最後に、体をケアする。今日の場合だと、横隔膜を刺激させて、息を吸えるようにするっていうので、一つ、ツボを押していきたいと思います。今日は、天相というツボを押します。背中っていうんですかね。肩甲骨のだいたい真ん中にあるツボなんですけど、これを触るには、手を後ろに、手を、アラセコンっていうから後ろに行くみたいな感じで触ると大変なので、前面から脇の下に手を入れる感じで、左手を、まずじゃあ使いましょう。左手を使って右の肩甲骨を触ります。なので、左手を右の脇から胸の前の方から入れて、前から後ろに脇の下を通して肩甲骨を触ります。で、この時に触れない方は、ボールペンとかちょっと長いものとか、少し道具を持ってもいいと思います。で、柔らかい方は脇から入れて、肩甲骨を触ると、中指あたりで触れる部分が、だいたい天相の場所と言われています。で、ここは、横隔膜の反射区として、西洋医学的にも言われていますし、東洋医学で言うと、相気っていう、呼吸を司る気、エネルギーが、集まる場所。パワーをまとめる場所としても知られているので、とても東洋医学的にも西洋医学的にも、いい呼吸には関係するツボになっているので、30秒から1分なので、じゃあ30秒押しましょうかね。脇の下、左手を使って右の脇の下に手を入れて、背中、肩甲骨を触ります。で、触った時に中指が当たる場所を、ちょっと指を曲げて、中指、人差し指あたりでしょうかね。に力入れます。じゃあ30秒いきます。スタート。ちょっと押しながらくりくり回してもいいですし、停止というか動かさずに押してても大丈夫です。で、何よりリラックスすることが大切なので、って感じで息をしてみてください。5、4、3、2、1、0。OK です。では反対側もいきます。右手で左の脇の下に手を入れて、背中の方まで手を回します。で、だいたい人差し指、中指で当たるところ。私は今日はちょっと左のもう凝ってるみたいで、ツーンというか、ゴーンというか、感じる場所があるので、今日はそこを押したいと思います。だいたいツボっていうのは結構ざっくりとしていて、骨の下とかそういうのは決まってるんですけど、その時に、受けている人、ツボを触られている人、今でしたら自分が、痛気持ちいいところが一番いいので、もしくはへこんでたり硬いところなんですけど、なかなか背中をへこんでるとか硬いとか、感じにくいので、押してみて気持ちいいところ30秒かけて押していこうと思います。では、いきます。スタート。何秒でもいいんですけどね。今日はちょっと30秒押していきたいと思います。肩甲骨は上肢体って言って、腕を動かすけども、どこかにつながっている密着というか、ギュッと固定されている骨ではないので、ほぐしたいと思います。と言ってる間に終わりました。終了です。30秒経ちました。どうでしょうか？ちょっとは、30秒押してるだけなんであんま変わんないかもしれないですけど、ちょっとほぐれた感じしませんか？私はちょっと勉強しすぎなのか、打ち方に、巻き方になってたり、肩甲骨あたりがおかしいので、ちょっと楽になりました。で、あとはですね、外肋間筋を、緩めるために、あばら骨の近く、あばら骨、骨と骨の間に指を入れて、4本だと入れやすいと思うんで、触ってみたり、あともう骨の間とか関係なく、わしゃわしゃ、脇の下とか、胸の前の方、背中の方も触れる範囲で、触るのも刺激されていいです。もう、外肋間筋とかは、ストレッチみたいな、揉み込むみたいなものではなくて、もう触ってあげるだけで、ちょっと緩むので、もう触ってあげる。あばら骨の間に指入れて触ってあげるのが大切です。で、もっと言うと、この鎖骨の下、胸の中心っていうんですかね。そこら辺も指4本ぐらい立てて、ガシャガシャ、ワシャ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 動かすのもいいです。この辺もたくさんツボがあるので、呼吸しづらい方っていうのは、大体、ストレス溜まりすぎてる方が多いので、この胸の前の方もガチガチの方が多いと思います。そういう方は、疲れている方は、この辺痛いと思うので、優しく優しく触ってあげてください。はい。じゃあ、今日は、この辺で終わりたいと思います。呼吸、反射。体は、もともと、つながるシステムを持っているなって私は思ったので、食べるために食べて便として排出する栄養を取り込むために、ご飯が口に入った瞬間からいろんな神経が働いて、ちゃんと栄養を吸収するように、そしていらないものを出すためにシステムとして備わっているので、その優秀な人間ならではの人間ならなのかちょっと今言い過ぎたかもしれないですけど、まあ、でも素晴らしい機能が備わっているので、それを最大限に使わない手はないと思うので、皆さんそのシステムがちゃんと使われるように、ご飯をゆっくり食べて、呼吸もゆっくりして、で、しっかり寝ましょう。やっぱり寝ることもとても大切で、レム睡眠とノンレム睡眠とかよく聞くんですけど、浅い睡眠、深い睡眠ちゃんとあって、しっかり眠る。で、途中起きないっていうことがやっぱり生きて、働いてみたいな、動いてっていう、動くために、日中は動くために、体を動かすためにはとても大切なことなので、まあ、忙しい中ですが、何かしんどいなと思うところがあったら、ケアをしてみるのがいいかなと思います。まあ、今は私はこの治療の学校に行ってるので、ケアをしましょうみたいな話しかできないんですけど、やっぱり勉強すればするほどケアの大切さをすごく感じるので、私自身結構今はレッスンもあまり行けていなかったり、リハーサルもまあリハーサルはあるんですけど、その合間合間でしっかりケアを自分自身が最大限やっていた時から考えるとケアができていないなと思っているんですけど、全くやらないより少しでもやる方がいいし、できていないと思ってもながらでやるものがとても後々影響が出るなと最近感じるので、今日脇の下から手入れて肩甲骨触ったのもお風呂入りながらでもできますし、そういう何かしている時にながらで少し動かすと、その後踊ったり、まあ普通に生活して呼吸するだけでもとてもパフォーマンスが上がるので、やってみてください。では、今日はこれで終わります。本日もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。おやすみなさい。